こんにちは、さくらです。かえでです。もみちです。今回はこちら。今回は透明なもので遊んでいくよ。私は今、一個上のお姉ちゃんのさくらと双子の妹のもみじと YouTuber として活動している。チャンネル登録者数もどんどん増えてきて、最近は街中でも声をかけられるようになってきた。まだ小学4年生になったばかりなので、学校との両立は難しいけど、もっともっと有名になれるように頑張りたいな。3人とも今日5時から撮影だから、寄り道しないで早く帰ってきなさいよ。はーい、行ってきます。さくら、早くしないと遅刻するわよ。分かってるって、今終わったから。行きます。今日ってさくら、今日6時間目まである？多分そうだよ。撮影までに間に合うかな。大丈夫でしょ。いつも間に合ってるし。それより今日テスト帰ってきた？帰ってきたよ。別に良くもなかったけど悪くもなかった。私は久々に100点だったんだよね。お前喜ぶかな。え、すごいじゃん。絶対褒めてもらえるよ。ただいま。ただいま。あれ、疲れた。おかえり。さくらは今日6年生は6時間前まである日だよ。あ、そっか。じゃあ2人だけ準備しときな。はーい。ガムが10個あったはずなのに8個に少なくなっちゃってる。ねえ、カエル。なに？もみじのガム勝手に食べたでしょ。いや、私食べてないよ。さくらじゃない？見てみて、今日のテスト。お、100点じゃん。すごいじゃん。アイス買ってあげるよ。言えたー。今日さくら遅くない？確かに、いつもはこの時間に帰ってきてるのけどね。 LINE する？つかない。何してんの？もうちょっと探してくるから、二人はうちで待ってて。はーい。さくら何してるのかな。友達と公園で話したりしてるんじゃない？この間もなんかその公園で話してて、門限も生まれなくてママに怒られてたよ。でも今日撮影なのに。あれ、さくらはいつも遊んでるとこ回ったんだけど、いなかったんだよね。でももう5時過ぎてるよ。朝撮影って言ってたのにね。 LINE の既読もつかないし、帰ってこないの、おかしくない？ちょっといつ帰ったか学校に連絡して聞いてみる。はい、はい、そうですか。まだ帰ってなくて。そうですね、わかりました。ありがとうございます。帰りの会は3時50分頃終わってるから、遅くとも4時15分には学校出てるって。まだ既読つかないよ。電話も出ないし。なんか事件とかに巻き込まれてしないよね。ちょっと心配だな。ママにもちょっと連絡しておこう。6時までに帰ってこなかったら警察に相談してみようかな。さくらは帰ってこなかった。私とモミジはあまりよく分かんなかったけど、次の日ママとパパと一緒に病院に行くと、冷たくて動かなくなったさくらがいた。パパと警察の人が話しているのが少しだけ聞こえたけど、死亡推定時刻は17時。ちょうどママと約束した時間だったんだなと、それだけが記憶に強く残っていた。ほら、なんで死んじゃったの？やだよ、やだよ、さくら。警察の人も何も教えてくれないってママが言ってた。さくらに戻ってきてほしい。私も。え、熱っ。え、ここ外じゃん。
私たち自分の部屋にいたよね。うん。え、なんかここいつも通学路じゃん。あれなんで？あ、ねえ、あれさくらじゃん。本当だ、さくら。さくら、さくらってば。なんで無視するの？なんかこれおかしいよ。まるで私たちが見えてないみたいじゃん。確かに、さくらに触ろうとしたら手がバチってなったよ。それに今夏だよ。セミも鳴いてるし。さくらが着てた服って、去年の夏によく着てた服じゃなかった？え、昨日まで寒かったのに？なんか絶対おかしいよ。とりあえず一回家に帰ってみよう。うん。ただいま。あれ？誰もいない。見てな。私のスマホどこだろう。いつも枕の横に置いてあるのに。あや。あ、あった。ハンドバッグして。あれ？去年？やっぱり去年になる。え、もしかして私たちタイムリープしちゃったの？どうしようどうしよう。でもでも、さくらが死んでる前に生きてるってこと。なんとかすればさくらを死なせずに済むかもしれないよ。あ、そっか、そうじゃん。二人でさくらを助けよう。あー、でもどうすればいいの。とりあえずここの空間のことを知らないと。今わかっていることは、他の人たちから私たちのことが見えないっていうことと、他の人には触れられないってことだよね。うん。あと問題なのは、その状況でどうやって生活していくことだよね。さくらが死んじゃったのは2021年の4月だからね。それまであと8ヶ月もあるよ。誰にも見えてない状況でどうやって生活するの？どうしようか。ハムちゃんはどう思う？もみじ、いつも可愛がってくれるお礼にこの世界のことについて教えてあげよう。え、ぬいぐるみちゃんとハムちゃん喋れるようになったんだね。まず、カエデともみじがタイムリープして降りた世界は2019年7月だ。それはさっき確認したね。楓ともみじは未来からやってきた人間だから、この世界には本来存在してないはずなんだ。だから他の人からは見えないし、他の人にも触れられない。仮に他の人に見えたり触れたりしたら、この世界にはもみじも楓も二人ずついることになって大混乱になるだろう。確かに、なるほど。タイムリープで行きたい過去に降りることはとっても難しいんだ。だから思い通りにタイムリープできるようになるためにはかなりの訓練が必要になる。私たち死んじゃったさくらを助けたいんだけど、できるかな。それはやめておいた方がいい。無理やり過去を変えるとその反動で未来に影響が出てしまうんだよ。その反動で何が起きるかわからないの？それは僕にもわからない。そっか、そうなんだ。でもやってみないと分かんないよね。さくらを助ける可能性が 1% でもあるなら助けたい。分かった。あんまりおすすめはできないけど、できることを手伝おう。ありがとう、ハムちゃん。まず、過去に長くいたい時はその世界の食べ物を食べないといけない。何も食べないと体がどんどん薄くなってしまって違う過去に飛ばされてしまうから気をつけて。なるほど。これ食べて。違う過去に行きたいときはどうするの？一度正しい時間に戻ってからもう一度タイムリープするんだよ。僕は本来二人が生きている時間に戻してあげることはできるから、そこは手伝う。でもタイムリープするのは二人の強い意志がないとできないから、過去に戻るときは強くそこに行きたいと願ってみて。願えばタイムリープできるの？
さくらを救いたいという強い意志があればね。ただし最初は今回みたいに違う過去へ飛んじゃうことが多いかもしれない。僕は二人と同じ世界では話せないし動けないけど、過去の世界では自由に動けるから僕を頼って。ありがとうハムちゃん。二人にはタイムリープしやすいようにまじないをかけておいたよ。その模様が消えるとタイムリープはできなくなるから気をつけて。わかった。二人のスマホに僕の情報を入れておいたから、僕と連絡取りたいときは念を送ってね。じゃあ一度元の世界に二人を戻すよ。手をつないで目をつむってね。うん、元の世界に戻ってきたみたいだね。あ、ハムちゃんは本当に喋らなくなったのかな。ハムちゃんが言ってたのは本当なんだね。これからどうする。とりあえずさくらが学校から帰る時の時間にリープしたい。そうだね。あの日の下校の時間に行きたい。あれ、ここどこだ。え、待って、さっきよりも前の過去に来ちゃってる。なんで。とりあえずハムちゃんと連絡を取ろう。ハムちゃん、ハムちゃん、モミジどうしたの。今カエデももう一回タイムリープしたんだけど、また全然違う過去に来ちゃった。いきなりうまくいくことなんてほとんどないよ。何回も頑張って挑戦して初めて結果が出るものさ。タイムリープのコツとしては日付や時間を明確に思い浮かべて願うといいぞ。そうなんだ。とにかく用のない過去に長時間いることは良くない。もう一度元の世界に戻してやろう。今はどの過去にいる。日付を教えてくれ。2018年8月21日。わかった。じゃあ二人とも手をつないで目を閉じて。やっぱり簡単にはいかないね。これから毎日挑戦してみよう。ハムちゃんも慣れだって言ってたし、何度も繰り返していればあの瞬間に行けるかも。そうだね、絶対にさくらを救おうね。あ、それから私たちは何度も何度もタイムリープで過去に飛んだ。そして100回目のタイムリープで、もうハムちゃんがかけてくれたおまじないも消えそう。そろそろ成功させないとさくらを救えなくなっちゃうね。今度こそ成功させよう。2021年4月16日にさくらを救いに行きたい。あれ、タイムリープできてなかった。そんな、あ、手の模様が消えてる。え、嘘、本当だ。スマホのカレンダーはどうなってる。え、2021年4月16日さくらが死んだ日だよ。本当に。時間は4時。まだ間に合う。急いでさくらを探しに行こう。待って、なんかこの世界のものを食べていかないと。このガム。よし、早く探しに行こう。よいしょ、行くよ。行くよハムちゃん。あ、さくら。あ、そうだ、さくらから私たちが見えてないし、そういうこともできないんだった。そうだ、ハムちゃんなら大丈夫な気がする。あれ、これもみじが可愛がってるハムちゃんじゃない。うちの家の匂いがする。急いでもみじにハムちゃんのこと教えないと。これでさくらは無事に帰れたんじゃないかな。確認してからハムちゃんに元の世界に戻してもらおう。じゃあ3人とも帰ってきたし、さくらの準備が終わったら撮影始めようか。はーい。はーい。
さくらが帰ってきてるってことは未来が変わってるはず。よかったよかった。ハムちゃんに元の世界に戻してもらおう。ハムちゃん、私たち成功したよ。さくらを救えたの。ハムちゃん、まさか本当に未来を変えてしまうとは思わなかった。僕の体を使ってさくらを動かすなんて最初にも説明したけど、未来を変えてしまったからにはそれ相応の代償が必ずある。もみじは気をつけてくれ。二人を元の世界に戻すよ。